皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、藤田七子元騎手が12日、自身のインスタグラムを更新。私の行動によりファンの皆様、並びに多くの競馬関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げますと謝罪し、騎手引退を改めて報告した。写真、笑顔がまぶしい。 6月の始球式で観客席に手を振る藤田七子元騎手藤田元騎手は、ファンの皆様と書き出し、このたびは私の行動によりファンの皆様、並びに多くの競馬関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。また、私の言葉で皆様へのご報告が遅くなり、申し訳ございませんでしたと謝罪。私事ですが、 先月10月11日をもちまして機手を引退いたしましたと機手引退を改めて報告した。今後については、まだ何も決まっておりませんとした上で、許されるならば、今後の競馬界のますますの発展に、私なりに尽力させていただけたらと考えておりますと記した。藤田元騎手をめぐっては、 2023年4月頃まで複数回にわたり調整ルーム居室内に通信機器スマートフォンを持ち込み通信していたことが10月に判明機種として重大な飛行があったものと認められるとして同月11日から裁定委員会の議定があるまで機上停止処分を受けていたが同日に JRA は公式サイトで藤田七子機種美穂、根本康弘旧社 キッシュ免許の取り消し申請があり、10月11日、金曜、付けでキッシュ免許を取り消しましたので、お知らせしますと発表していた。全文は以下の通り、ファンの皆様、この度は私の行動により、ファンの皆様、並びに多くの競馬関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。また、 私の言葉で皆様へのご報告が遅くなり、申し訳ございませんでした。私事ですが、先月10月11日をもちまして機種を引退いたしました。今後につきましてはまだ何も決まっておりませんが、許されるならば、今後の競馬界のますますの発展に、私なりに尽力させていただけたらと考えております。これまで8年8ヶ月。 キッシュ藤田七子を応援していただき、本当にありがとうございました。藤田々子、どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。